こんばんは。また水曜日の、21時9時になりまして、また、週刊フレーバーやるわけでございますが、この、前8時半ぐらいからですね、ここは、放送を流しておりました。今日はゲストというか、建設業の方から、ゲストが来ておりまして、神谷さんです。はい、どうぞ。もう立てるんですか。どうもこんばんは、神谷でございます。はい、今日はですね、あ、今日はもしかしてあのアシスタントで僕の。いやいや、もうすぐ帰りますんで。すぐ帰っちゃうの。すぐ帰っちゃうらしいですが、あ、今日はですね、何をやるかというとですね、あの神谷さん、コーヒーなんてこう飲む機会ありますよね。はい、ここのコーヒーは大好きですね。はい、あのね、コーヒーってこうドリップっていうのをこう、はい、お湯を落とすじゃないですか。はいはいはい。ちょっと一箇所に落とすだけにいかないですよね。はいはい。コーヒーの粉に全体にこう、はいはいはい、かけにはいかんじゃないですか。はいはい。この時に当然右に回るか、はい、左に回るかっていう方向で、はいはいはい、まず悩むじゃないですか。はいはい。まあこうなんつうの、分岐点があったとこうあったとしたら、どっちに行こうか迷うじゃないですか。まず迷いますね。はい。どっちに行っても同じだろうって思うじゃないですか。はい。それがあの同じではないということを証明しようと。違うんですか。わざとらしいですね。いやいやいや。さっきちらっと脱いだときでね。でですね、今回、装置を作りました。はい。はい、どういう装置を作ったかというと、まず。Amazon 2号ってやつですか。あ、そうです。そうですね。Amazon でしくじって買ってしまったのの、2号機です。これですね、これ、前回、しくじったターンテーブルの代わりに新しく買いました。このターンテーブルの横っちょにですね、これ、何がやってあるかというと、スイッチが2個あります。1個が晴天逆転のスイッチと、こちら、オンオフのスイッチがこちらですね。ですが、このオンオフのスイッチ、あまりにも使いにくかったんで、今回は使わない予定です。で、これに対してですね、ちょっと待ってね、こっち行きましょうか。これに対してですね、当然、今回の、サーバーです。サーバー、これを使います。これのですね、この真ん中に墓地が、ついております。これはなんで墓地がついているかというと、この、ターンテーブルの、センターに置くようにです。このセンターがこういう感じでですね、センターが分かるようになっております。ちょっと分かりにくいですかね。この墓地の部分が、合うようにしております。で、この穴ですね、今週のびっくりドッキリメカではございません。一応、真面目に作りました。この蓋です。蓋です。この蓋の、ここが切ってあるのはなぜかというと、このハリオのこの、枠にこうはまるようにできてます。で、このハリオの枠と、ついでに、中川さんのマイクが小さいような、はい、すいませんです。じゃあこっちをもうちょっと大きくします。はい、ハリオの方の、これがですね、ハリオじゃないね、ボンマック。ボンマックの、ものもここに、はまるようになっております。からもう一つ。もう一つが、コーノでございますね。で、コーノは、これです。音が入りにくい。大丈夫ですね。コーノの、サーバーに関しては、ここの、この部分が入るように、別の蓋を用意しました。この部分が、ここに入り込むようにできております。これによって、もう一個はミラーボールのスイッチではありません。普通に、今回は、晴天逆転オンオフのスイッチであっただけです。ただ今回は使えません。で、今回まずは番組らしく、前回、ハリオで、実験しましたんで、今回はもう最初からコーノからスタートします。で、コーノの、サーバーで実際にコーヒーを右回り、左回りで、やってみようかという感じですね。ちょっと待ってね。これどっちがどうだったっけ。
これね、結構いろいろ諸事情がありました。ああ、はい、まあ私の家庭事情と同じ感じですね。はい、家庭事情、諸事情、いろいろございます。まあね、これね、サーバーによって合わないんですね。ああやっぱりね、こう合う合わないって絶対ありますからね。チェンジチェンジみたいなね。大変。はい、それではですね、今回ですね、何をやるかというと、晴天逆転の、この辺です。この辺の晴天逆転でいかに、味が変わるかどうかを、試してみたいと思いますね。で、まずはですね、河野の、ドリッパーを使いまして、これ、今回は松屋式、河野針を何でもできるように一応用意してあります。それではですね、まずは針をはこの前やったんで、今回は河野からスタートというふうにしておきましょう。これを一人で毎回やるっていうの結構大変ですね。大変でしょ。アシスタントはいないんですか。いや、アシスタント、ま、毎週こう、くじ引きっていうのか、当番みたいなので、前まで行ったんですけど、はい、結婚して、豊橋に引っ越してですね、さすがに豊橋は寿ですね。そうですね。あ、まあ、女性はね、今は一人で頑張ってます。で、なんか安心してください。とりあえずこの頃だんだん慣れてきて、はい、一人でもなんとかなるもんだなというふうに、まあ、なっております。で、一つにはこの番組の場合、このタイムラインを読むだけで、はい、大体1時間は片付くんで、あ、はい、なるほど。その辺はね、すごく都合がいいは都合がいいですね。何がすごいってってあれですもんね、こう番組、今回はこういう準備してあるじゃないですか、はいはい、いつもはしてないですか。やりながらもう何も準備してなく なくてそれでやりますからね。今日なんかラッキーですよ。あ、こんだけ準備してあることないですよ、もうこの頃。いや、何もないと多分ずっと2人で喋っとるんじゃないですか。危ない話が出てきて。そんな感じです。で、通常の松屋式をこの河野でやるわけですね。で、今回ですね、晴天逆転、こういうスイッチがございます。ここですね、えい、ここ、1回目は晴天の方を使いましょう。これ晴天になっております。この状態でいきます。このカメラワークから全部やるっていうところがすごい。はい、ちゃんと機材まで用意してね。はい、ここ一人で何でもできるようなものですからね。いいでしょ、これ、リフト。うん、現場でよく使いますけどね。一応、晴天の側です。今からやるのは晴天ですね。晴天っていうことは、あ、まだ回してはいけません。慌てちゃいけないです。1回目のこの蒸らしの段階は残念ながら回転させると蒸らしができないんで、ああですね。だからまず蒸らしの段階はこの普通に晴天の側なんで、あ、蒸らしとる間がまたこう暇だと、そうそうそう、ああ塗るために折らないかんと、そう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 、ああそういうことですね。そこで雑談をしなきゃいけない、はいはいはい、なるほどなるほど。ちょっとなんか僕口の辺までしかこう入らないです。下がった方がいいかな。ああ、そうですね。そういう場合はこうすればいいんですよ。これをやってる間、はい、こっちに変えればいいですね。よいしょ。おお、ここをすればもう全体入りますからね。はい、でまたこう3分間また話3分間は雑談タイムということで、ウルトラマンタイムですね。はい、ウルトラマンタイムで、いつも3ヶ月前から企画して放送してるんですよね。まあそうなんですけど、まあね、3ヶ月前に、神谷さんが来る予定になってましたね。なってましたね、今日はね。あ、もう、それであれですよね、
あのいろいろこの建設業の いろいろ裏話をこう出す中3分間で、裏話を1個ずつ出してくるという無茶ぶり建設業ね、建設業はあの今もあの建設業の登録持ってるだけにね、 あの、はい、あまりこう出すとよろしくないかなみたいなこともないことないんですけど、まあまあ聞かれたことはあの答えなきゃいけないというね、こう律儀なこう性格だもんですから。あ、なるほどね、はい、まあ、だけどこう一応こう建設業ってこう、はい、いろいろ分業制じゃないですか、はいはい、こう水道屋さんであったり、はいはい、クロス屋さんであったり、はい、まあ、いろいろな分業制じゃないですか、はいはい、分業制をこうコーディネートするのは誰がやることになってるんですか。まあ、一応監督さんですね。なので工務店さんがまあやるんですけど、はい、これのやり方もいろいろあるんですよ、うんうん、まあ、今は例えばそのまあ、CM 型っていうのがあるんですけど、コンストラクションマネジメント型っていうので、はいはいはい、それはもう要するに分離発注型ってやつなんですけど、はい、要するにそれをまとめるその監督さん兼、まあ、工務店の頭みたいな、まあ、そういうその、はい、要するにそのコーディネーターみたいな人がいるわけですね、はいはい、でその人が全てその発注から何からをやっていく形なんですけど、はい、それをやると何がいいかっていうと、要するにその契約はお客さんとあのその例えば水道屋さんにしろ電気屋さんにしろ、はいはい、まあ、大工さんにしろ、はい、全部お客さんと契約していたわけですよ。あ、何、じゃあ一つ一つと契約はそこがやるんですか。そうです。で、その要するに管理、要するにその、はい、お、まあ、例えばその大工さんがお金を出してきました、はい、まあ、水道屋さんがお金を出してきました、はい、この金額は高いのかどうか、うん、まあ、その査定をして、うん、これは大丈夫ですよ、うん、これでいいですよ、うん、でこの管理あのこの費用でじゃあ契約をしてくださいと、うん、大工さんとはこの金額で契約をしてください、うん、でそれをやって、はい、でそれがきちんと動いてるかどうか管理をしますね、はい、私はその仕事がきちんとやられてるかどうか、うん、はい、それを見るのが私の仕事ですという、まあ、要するにその、はい、総合的なコーディネーターの、はい、をやるのがこれがコンストラクションマネジメント型なんですね。じゃあそれの場合はもうピンハネがないってことですか。そうですね、コストカットができますね、はい、ただ要するにこれが難しいところは何かというと、はい、その責任所在の部分やなんかっていうのが、はいはいはい、要するに曖昧になったりするもんですから、かなりそこの部分が明確にできる人じゃないと、はい、結構このやり方をやって失敗してるとか多いんですよ。あら、はい、ですからエキスパート中のエキスパートじゃないとこれはできない、はい、じゃあ次の3分の時にやりましょう。今この状態からですね、またこっちに入ります。ミックスの恩恵は建設業界景気どうですか。建設業界景気4月まではいいんじゃないですかね駆け込み需要で皆様が、はい、消費税なんですね。でミックスの恩恵とかあるんですか。あ、アベノミックスの恩恵ですね。まあまあ、多少はあるんだろうけど、その仕事は忙しいですよね。忙しいけど、はい、昔のバブルほど儲かるような感じもないですし、あ、まあ、そこまでのことはないですね。あ、なるほどね、うん、はい、じゃあ今度はコーヒー屋らしいことをやります。コーヒー屋らしいこと、はい、ターンテーブルこうやって回します。この状態で回ってる状態で、コーヒーを立てます。これは晴天になります。まず外側にですね、お湯を差します。で、落ち始めたらですね、真ん中にもお湯を差します。一応このターンテーブル本来は 1.5 ボルトかなんかの乾電池で動くんですが、一応ですね6ボルトのアダプターをつけて回転数を上げております。結構これをやるとですね、晴天逆転同じスピードで回りますからね。
あ、意外に売れますね。値段が安いんです。値段が安い、ちょっと、やつなんで、これは仕方ないですね。まず、晴天で、建てた、河野のコーヒーでございます。はい、まずこれが晴天で建てた河野のコーヒーです。次は、逆転の方向にしておきます。で一応ですね、この河野の、ドリッパーもですね、この置く方向、この取っ手の側がですね、お湯がたまると動きがゆっくり、そうですね、それは仕方ないです。カラシエンタイムさん、中川さんが回るんじゃないのね。回りません。さすがに僕が回るということはありません。だから、画面見てると目が回るっちゅうのもあるので、ずっと見てると、大変なんで適当に目を閉ざしておいた方がいいですよ。晴天を見てはまだ逆転です。今回はですね、一応神谷さんがですね、ゲストで建設業を代表してですね信用してくださるので、それで、実際晴天と逆転で味が違うかどうかを、判定してもらおうと。でハリオの時のようにうまくいくかどうかが微妙でありますね。次は逆転の方ですね。昨日コーヒー焙煎をテレビで紹介しました。今の回る装置がついにまし、今回の回る装置は、いつか発売しませんね。これドリッパーが回ってる状態で、晩酌すると目が回りますよ。酔いが回りすぎるんで、ちょっと飲むだけで酔いが回っちゃいますね。で、今度は逆転の側いきます。逆転の側も同じ考え方ですね。逆転なんでこういう側ですか。基本的に真ん中にお湯を差し、で落ち始めたら周りにかけて、逆回りですね。で、蓋を閉めます。で3分間蒸らします。はい、ゲストさんいらっしゃい。いらっしゃい。はい、どうもです。どうも。まあだけど建設業この4月までは、3月までは忙しい。3月、まあまあ3月ではやっぱりその仕事量的に終わらないもんで、まあ大体ゴールデンウィーク前ぐらいまではまあ、はい、まあ忙しい、まあ忙しいかなみたいなところがありますね。じゃあその後がちょっとあれですかね。その後は、はい、まあ実際のこと言ってその、はい、東北いやなんかのインフラ整備だとか、はい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 、そっちの方がまだ全然進んでないもんですから、はい、まあ、そちらの方もあるし、うん、あとは
まあ、マンダーそこまでいかないですけど、うん、そのもうあと 2,3 年後には多分その東京オリンピック関係の方の動きが、はいはい、じゃあ何、建設業はもうバンバン在忙しいじゃないですか。というかそれもでも地域限定みたいな感じですね、はい、だいぶ前にまあ、名古屋でね博覧会があった時みたいな感覚で、はいはいはい、名古屋はあの時はよそがダメだったけど、うんうん、名古屋ケーキですごい良かったじゃないですか、はいはい、あれと同じで要するに、まあ東京の方はオリンピック始まればもうオリンピックケーキは あちらの方が規模が全然違いますんで、まあね、名古屋の万博はあれですよね、はい、せっこかったですもんね。すごかったですね。はい、なんか環境万博って、はい、まあ、はい、簡単に言うと土建屋が稼げない万博でしたね。はい、はい、やれやれ、ね、周りの空き地を持ってた人たちはバンバン稼いだんですけどね。すごかったらしいですよ。あ、そうですか。はい。あららら、名古屋市でも、はい、名古屋市とか言っちゃっていいんだから。いやいやいや、でも空き地、はい、要するに公営地の空き地を駐車場にして、はいはい、バンバン駐車させたじゃないですか。ららバンバンお金もかったらしいですよね。ああ、なるほどね。じゃあ今度の東京の方はどうなんですか。なんか東京の方はもともとその駐車場とかね、ないですからね。だからまああれですけど、まあ、うん、ただ人は集まるでしょうから必ずね。でまあ東京というやっぱりその、はい、大きな都市じゃないですか、はい、うん、まあ、そこオリンピック見に、ね、はい、行くという目的で、まあ、観光という需要も増えると思うんですよね。だから今の要するにその公的なその建物だけじゃなくて、はい、要するにその飲食店だとか、はい、宿泊施設だとか、はい、そういった方も絶対的にそのリニューアルが始まるわけなんですよ。だからもう絶対的にもう何年か後には東京の方は、はい、うん、オリンピック景気をやってくると。さん、東京の方オリンピック景気らしいですよ。なんか鳴ってますよ。これは何かな？メールですね。ですか。まあちょうどあと11秒なんで、はいはい、じゃああれですね、建設業思ったよりもこう不景気と縁がないですね。いや、そんなことないですよ。あ、そんなことないですか、ええ、もうはっきりと今から勝ち組と負け組に分かれていくと思います。あ、分かれちゃう。分かれちゃうと思います。じゃあのほほんとしてる人たちは負け組になっちゃう。もうアウトですよね。ただ地場でやってきてるとこっていうのは、はい、そんなにめちゃくちゃ変わらないと思うんですよ。あ、そういうもんですか。うん、うん、どちらかというと中堅どころ、うん、中堅もう中途半端がもう最悪みたいな感じですよね、はいはい、あ、すいません、中途半端ってどの程度の規模が中途半端ですか。まあ何十億程度。ああ、なるほど。はい、ちょっと、まあ、10億以上みたいな感じ。こうちょっとこうここら辺で頑張ってるよっていうところは危険ですか、はい、まあこの辺で地場の辺は大丈夫でしょうね、はいはいはい、要するに中堅どころのハウスメーカーだとか、はい、そういうところが危険、が危険じゃないのかなって。そんなこと言うとまたこう、あ、ちょっと映ってないところイエスイエスイエス。はい、今度はコーヒーの話に行きましょう。今度は逆転の方向でいきます。また回転させます。あまりですねこの、部分をですね見てると目が回るかもしれないので、気をつけておいてくださいね。まずこの状態で、外側にお湯を差して、下に落ち始めるまでは外側にお湯を差していきます。で水位が上がってきたら真ん中に、徐々に、お湯を、入れていきます。僕もこの装置試運転はやってはおるんですが、やってる最中目が回るなというのはこの連続でやってみてよく分かりましたね。これコンピューターの画面だと相当目が回りそうな気がします。ただコンピューターじゃなくてこのやってる本人だってこれ結構目回りますよ。これ
ここ最近聞かないハウスメーカー見るようになってたっすね。聞かないハウスメーカーどういうことですかね。あ、新しいハウスメーカー、はい、いやじゃないんじゃないかな。というかあのマイナーなっていうのかところまで、はい、要するに仕事が今出てるという話じゃないでしょうかね。ああちなみに襖屋さんなんですよ。あそれぐらい要するにその需要的には多かったわけですよ、はいはい、本当にね大工さんいなかったの。あそう、うん、だからもうそこが先読めてれば、はい、あ要するにその大工さんを使うような仕事を避けて、はいはい、仕事を取るわけですよね。はいはいはい、うちここ半年以上、はい、大工さん必要とする仕事はほとんど取ってないですよ。あらそういうことっすか。はい、もう多分そうなるだろうなと分かってたんですけど、はいはい、うん、それではですね、今晴天のコーヒーと逆転のコーヒー、晴天のコーヒーと逆転のコーヒー、こちらが晴天のコーヒーです。はい、いただきます。はい、晴天のコーヒーをまず。あ、美味しい。はい、まずは晴天のコーヒーですね。はい、次逆転のコーヒーいきます。はい、これね、このコーヒーが差が出るか出ないか、実は言うとこの河野で初めてなんですよ、やるのが。あ、違う味違いますね。なんでですか回転数も一緒なのによくわからんじゃんね、まだこっちの方が、もういや、わからんですけど、微妙に苦味が強いっていうのか、味が濃い感じですね。うん、ですよね、ね、うん、うん、あ、よかったえ、なんで？いや、わからん。いや、ほんと不思議なぐらい味違いますよ、ほんとに。うん。じゃあ、これ、前回は、自分でやって、はい、自分で飲んで、はい、違うって言ってるわけです。はい、はい。信憑性ないんですよ。はい。いや、ほんと違います。ちょっと、もう一度こちらを、はい、晴天の方。これ、今、この河野というメーカーのやつやったんですけど、はい、この後、せっかくなんで、このボンマック。このボンマックの器具も一回やってみようと、はい、これ本来で言うと一応僕の中川説では、はい、この螺旋切ってあるこの、はいはいはい、ハリオというものだったら、はい、晴天と逆転では多分このリブが影響して変わるんじゃないかと、はいはいはい、いう理屈はなんとなくはつけれそうな気がするんですね、はいはいはい、ところがこのハリオ、コーンの場合はまっすぐなんです、ね、ストレートなんですね、うん、そうするとこっち回ろうがこっち回ろうが同じじゃないかというふうに考えれば、これ全然味は変わらんくて、それが普通かなと思うんですね。それが、実際にこうやって見ると変わるということで、今度は、まあ、せっかくなんで時間も時間なんでやっぱ松屋行きましょう。はい、なんでかっていうと僕松屋が一番興味あるんで。あ、はい、所詮この辺のはね、どっちでもいいんで。あ、まあ、それも大きな問題発言じゃないですか。所詮とか。いや、松屋式が大事なんで、僕はね。なるほどね。はい、苦味が強くなるんですよね。そうなんですよ。ここら辺、ちょっと思いますね。そうですね。うん。晴天の方が、なんて言うんでしょうか。おとなしく感じますね。うん、おとなしいですね。で、ね、うん。なので、好みもあると思うんですけど、はい、うん、どちらかとアイスコーヒーこっちで立てた方がいいんじゃないぐらいな。そうですよ ね。逆転でアイスコーヒ ー、もう逆転のアイスなんて、なんか名前で。かっこいいですね。いやいや。いや、二つ売り出したらどうです、晴天のアイス、逆転のアイス。イスマイルドなのが、そう晴天のアイスね。で、ちょっと苦み増したのが逆転のアイス。うん、あなたにこの違いが分かるかみたいな、で出して2本買わせるみたいなね、い1本しか買わないところ2本買わせる、ね、アイスコーヒー商売人ですね。ちょっと僕アイスコーヒー使う、あ、今からその気になってきましたね。夏に向けて、まだ春ですけどね。だけど気持ちそういう気になりましたね。今から、何を、松屋式で、出すのはアイスコーヒーにします。
はい、晴天のアイス、逆転のアイスをこれ夏頃に商品になってそうだな本当に。いやだってこれ本当に2本売れますよ。もう晴天のアイスと逆転のアイスだったらどっちだろうなって、あなたにその違いが分かるかっていうね。あ、言ったらいけません ね, ね, ね、俺買わないと分からんだろうみたいな、お前どっちがお前正しいんだみたいなふうになるでしょ。 いけますよ、俺はこっちだなみたいなね。はい、逆転のアイスと逆転の発想。先日お世話になりました。本当に晴天と逆転で味が違いましたね。ああ、この前そうでしたね。あのね、実は言うとこの前多分、あれですよね、岐阜の釣り関係の方ですね。実は言うとこの穴開けの時に一緒にいた、はい、方なんです。晴天のアイス逆転のアイスいきましょう。はい、これ売れちゃったら大変ですね。これいきますよ、はあ、晴天のアイス逆転のアイス。それではですね、通常の敵を作らない過激な表現は控えめでお願いします。そうですね、はい、僕コウの大好きです。はい、ハリオ大好きです。ボンマック大好きです。今日は時間を計らないんですか。今日は計らなくても、回転数同じなんでいいかなと思ってます。普通のコーヒーの立て方という風で、時間計ったりなんかすると、ちゃちゃっとできないので、今日は、この路線でいきます。実際には前回こう時計を使って測ったんですよ。はいはい、もう建設業の悪口で盛り上がったじゃないですか。あ、はい、忘れちゃったんですよ。ですよね、まあ時を忘れるというのはいいことですよ。ですよね、熱っ。熱くなってきちゃった。少ししかいないつもりだったのに。今度対談やろうよ。対談、うん、建設業の、ま、松本くん入れて。いやいや、めちゃめちゃ過激な方向行っちゃうそうだもんですから。いやいや、いいじゃないですか。もう紙袋かぶっていいですか。いいですよ、いいですよ、いいですよ。だから体格的にバレるんですけど。バレちゃいますね。バレちゃうな。じゃあ今回は晴天のアイスからスタートしましょう。晴天、新商品ができる、はい、そうですね、こう瞬間をこう垣間見るみたいなね、はい、じゃあ晴天のアイス、じゃあ準備します。これこのターンテーブルだと大体いつもアイスコーヒー作るのこれなんですよ。あ、はいはいはい、このサイズなんですよ。はいはい、これもう全然乗りますね。乗りますもんね、はい、回転できますもんね。あ、できますよね。もうちょっとモーター強くすれば、さっき回転が遅いみたいな話があったので、こうたくさん入るとちょっとまずいかもしれない。大丈夫ですか、大丈夫ですか。電圧上げちゃいますから。素晴らしい。もう6ボルトもうガンガンいっちゃうよみたいな。俺もテンション上げちゃおうかなみたいな。遠心力で。もう少しで終わります。はい、少々お待ちください。それでは晴天のアイスの方いきます。よいしょ。そうすると最後にドバッとやるなんとかってやつも晴天、晴天を青天と書く、晴れた日の晴れた日限定、晴れた日限定ね。実は僕雨の日も大好きなんですよね。それでは、まず晴天の側ですね。
こう松屋式なんで一番あの綺麗に行けるからね。ただねこの松屋式の場合はこの晴天逆転が本当に、差が出るかどうか怪しいんですよ。というのはリブとか接触する部分があってこそかもしれんなという気がして、はい、あ松屋敷みたいに張り金だとあんまり起きないかもしれない。でも落ちてるのはその中心のところから落ちてるんじゃないですか基本的には。あのねこの手のものって、はい、接触してる部分っていうのは引っ張る力ができるんですよ、はいはいはい、リブがあると、はいはい、でリブがあって引っ張ってこっち変えちゃいますか。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。やり方分かりました。これをここら辺をこうポチッと押すと、はい、動くようになっています。はい、このリブが大体基本的に影響しているんじゃないかという気がしてましてね。このリブの部分と髪が接触すると、はい、その接触してるこう髪の部分に対してこの表面張力で引っ張る力がそれがもともと影響して、はいはいはい、吸引する引っ張る力ができていると考えてるんですね、はい、このリブに関して、はいはいはい、で松屋式っていうのはそれがなくて、はいはい、重さだけで重力だけでこう落としてくるので、はいはいはい、そうするとね晴天逆転のこの回転が影響するかどうかっていうのがちょっとね分からんかなと。まあやってみると分かりますよね。そうですね、あの100分は一見にしかずということで、でもしもこう差があんまり出てなくても名前だけ使えば、はい、倍売れます。倍、はい、晴天と逆転のアイスで、ね、こう2種類こう売ってるようなふりをして、はい、あの全部同じ方向でやってる。ああそれいかんすねそれまずいですね。それまずいですよ。だって味違い分かんないもんそうですねそれいかん反省しよう。反省しよう。反省しよう。はい。基本的には、真面目に、晴天と逆転で、そうですね。はい、切り替え、はい、はい。右ネジの法則、左ネジの法則の。これ、また、こう、なんです、こう、フォロワーの皆さんに、はい。いっぺん飲みに来て、その、どっちが美味しいか評価してよ、みたいな。そうやって、あれですよね。ウェルカムお店、みたいな。はい。これでこう晴天逆転をタンテーブル急いでたくさん作らなきゃいけないですよ奥に焙煎機あるじゃないですか、はいはいはい、焙煎機にこう冷却機があるんですけど、はいはいはい、あれモーター大きいじゃないですか、はい、業務用の、はい、ああいう大きいモーター使って、はい、だから大きなこのなんつうのコーヒー立てる機械ですか、はいはいはい、もうあれですよドラム缶かなんか回しながらうわーやったらガンガン作れますよ。ガンガンただガンガン作れるけど焙煎できないですよね。ねいかんすね。うん、三つだもおかしい。いやいやこれ三つじゃないです。これは単なるなんつのお遊びのこうなんつのザレ事？まあそうですね。って感じですね。うん、まあまあ独り言ですよ。みたいだね。夏になったらもう真面目に晴天逆転のアイス。はい。行きましょう、はい、キャップの色を変えてみたいな。そうそうそう、うん、晴天が青ですよね。晴天が青ですねこれを、こっちにずらしてですね、はい、はい、そこでいく、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ晴天のアシスタントしてるじゃん俺。はい、できますね。できちゃいましたね。優秀ですね。優秀ですね。はい、回転し始めました。じゃあ、晴天のアイスですね。これ結構目が回りますよね、やっぱり見てるとねえ、グリングリンみたいな。
マミヤさん、日曜日とかなんかでも、番組やるんですけど、はい。日曜日なんかどうですか？日曜日、まあ基本的には別に僕、いつでも、暇っちゃ暇なんですよね。あ、そうですか。はい、開けようと思えばいつでも開けれる人なんで。松本くんと対談やったりもして、ああ松本っちとねやると本当でもディープな方いっちゃいますからね。いやディープのがいいですよ。いやただ今彼あれなんですよ、 SKE にハマってるんで。はいはいはい。 SKE に話ついてこれます？全然ダメですね。全然 SKE ついてこないですね。今日も来週の 日曜日松本君番組やるんですけど、はい、SKE のなんか、大組閣の話をやるんですよ。あ、知りません？SKE って知ってます？ SKE 知ってます。AKB がいわゆる本店と言われてて、はい、SKE は支店にあたる。あれですよね、あのサンシャインビルのところの。そうそうそうですよね、はい、で AKB がちょっといろいろ力をちょっと落とした、いや、まあ、こう落としたというのかどうかあんまりわからないですけど、まあ飽きたんじゃないですか。いやいや、それでちょっと、組閣っていっていろいろな AKB のこのグループがあるじゃないですか、はい、SKE だとか、はいはい、MNB とか、はいはい、そっちの方からこう人をこう引っ張ってきたりとかこうミキサー人事をして、はい、でちょっとリフレッシュしようというふうなことをやるわけですよ、はい、やったわけですよ、はいはい、でカリスマいないですよね今ね。もともと大島優子が出ちゃったでしょ、はい、うん、AKB ね、はい、うん、それでやっぱり結構カリスマ減ったかなと思って。ですよね。で AKB はじゃあ SKE はどうもあれだそうなんですよ。まあこれまあ松本君の受け身なんですけど、はいはい、SKE というものが好きなのらしいんですよ。つまり本来こう芸能人ってこうグループがあったら、はいはい、その、そこの中の一部の人の不安が多いじゃないですか。わかります？はいはいはい、なんとかちゃんが好きみたいな、はいはいはい、違うんですよ。SKE の不安は SKE が好きなんですね。らしいんですよ。そうするとそこの中でいわゆる神セブンとかそういうのがないってことですね。まあまあそうなんです、はい、そうするとそこの部分で言うと、はい、よそにおられるのは非常にけしからんわけですよ。なんせ組織が好きなので。彼は組織好きですね。組織好きですね。表も裏も。表も裏は組織好きですね。でも組織にはすごい人間だと思うんですけど。それ一回ですか。一回ですけども。あ、そうでしたよね。前回は松屋敷だけあまり変わらなかったんですよ。そうだった。思い出しちゃった。そうですか。松屋敷だけど。あんまり変わらなくても変わったふりしましょうか我々。いやそれはダメでしょ。あまずいっすか。はい、まずいっす。そう微妙な違いが分かるんじゃないですか。そうですね。適当。ね、一応正々堂々とやりますよ、はい、松屋敷はあんまりそうでしたよ。分からんかったんですよ。他のやつは分かっ明確に分かったんです。それでさっきの要するにその壁に触れる触れんのところを話してたんですね。湯の差し方は、完全垂直ですか？はい、垂直だと思います。これの方が実を言うと。円を描かない分だけですね、まっすぐ落とすことが可能になります。その辺は、垂直と見ていいと思います。結構みんな細かいとこをチェックするでしょ？そうですね。あー、そうなんです。まあ皆さんね、こうやっぱり
中川さんがやってるのがこうスタンダードになっていくわけですから。いやいや、まあ、ね、だけどこういうインチキ臭いものがスタンダードになるのも微妙ですけどね、はい、何でもそんな感じじゃないですか、うん、まあ、そうですね、はい、コカ・コーラでもそうですもんね。コカ・コーラ持ってきましたか。ああ、コカ・コーラね。あ、朝チャンドラーね。朝チャンドラーという人があれですもんね、あの地元のお医者さんにそのレシピを売ってもらって、うん、そこから始まったんですよ。あ、そうなんですか。はい、確かに、ね、当時ね、夜間と、うん、そのコーヒーかけ混ぜる大きいそのヘラみたいなと、はい、あとこうレシピが書いた何がどんだけみたいな、はい、それコカ・コーラできてる、それを買ったんですよ、うん、朝チャンドラーと、はいはい、でそれを作って瓶詰めして売ったら、うん、うまいじゃないかと。もうじゃあメジャーメーカーこのあれじゃないですか、晴天のコーヒー逆転のコーヒーがコカ・コーラと肩を並べる可能性が、可能性は何でもありますよ。こうなるとあれですね、このターンテーブルを大きくしなきゃいけないですね。名前もつけないからね、中川式アマゾン2みたいな。ちょっと待って、逆転ね、こっちね。こっちここ書いてあるんですね。逆転ね。じゃこっち最初回すを間違えちゃってるもんね。もうそっからこだわるわけですね。あ、確かに、ね、違うんですよこれ、こう普通に晴天の方の回し方で蒸らすと怒られるんですから、はい、みんなから、それは違うって。これ逆転で回す、ね、結構あのあれなんですよ、ユーストの人たちって結構しっかりしてますからね、はい、チェック厳しいですね。チェック厳しいですよ。僕なんか結構あの先週やったことを忘れちゃうので。あ、老化現象ですか。はい、老化現象ですか。いや、そうだけど、中川さんいくつになりました。いくつで忘れました。あ、もう年忘れちゃったわけね。はぁ、はい、うん、機械化したら売れますかね。売れません、こんなもん。そんなものたくさんあります、ここには。これこういう動きだけする装置とかなんかも作りますかね。これ今回転してるじゃないですか、はいはい、今度はお湯をこうかけるのをこういう動きの装置を作れば、はい、この合成で今の動きは何ですか。なんかコーヒーメーカーでやっちゃいました。コーヒーメーカーでやっちゃいましょうか。そうですよね、コーヒーメーカーで、うん、だからこう原点的にはこうその入れる楽しさみたいなのもやっぱりあるわけですよね。そういうことじゃないですか、はい、やっぱりもうみんなこうそのなんていうんですか、スノップでね。2台並べて DJ 風に。ああ、なるほどね、ラップキキキキュって。ああ面白いですね、みんな。無茶言いますね。あ、全体にしましょう。ああ、全体ね、はいはいはい。もう慣れましたね、もう。そう、慣れました。もうバッチリ、アシスタントバッチリ、アシスタントバッチリ。だけどあれですよね、これまあ今回ちょっとね、こうターンテーブル自体ちょっと物の悪いターンテーブルで、はいはいはい、なんつうんですかね、このベアリングが使われてるこうしっかりしたターンテーブルじゃないんですよ。だからガタつきがあるんですよ。あ、だからちょっとガタガタするんですよ、はいはいはい、だから本格的にちょっとうまくいくんだったらこれの、例えば、回転台、はい、ベアリングについた回転台をここの下に取り付けた状態でもうそこから固定してぐるぐる、もう昔のあのあれじゃないですか、あの、はい、レコードの、はい、あれ使えばいいですよね。あのセパレート型のあのターンテーブルだけで50キロみたいなやつあったじゃないですか。すいません、それ邪魔だし。邪魔だよね。邪魔だよね。、うん、でもセパレート型かっこいいじゃないですか。それだ、あれだとパワーありますよね。ありますよね、うん、何キロぐらいまで回せますかね。いや、もうその馬力数を上げればもういくらでも回りますよね。それこそあれですよ、フライホイール変えてね、はいはいはい、もう回転変えてやればもういくらでも。確かに、はい、
そうすりゃあれですね、何リッター、10リッターぐらいのやつ、ずんどん、あ、全然ずんどん増しちゃう、全然全然だんだん夢は別のところに行っちゃうんですね、うん、まあまあまあそんなもんですよまああのこうだと思ってたやつがでも全然違う方行くのいつもまあ大変そんなもんですよね、はい、あの昔アポロっちの30万円かけて作りましたけどね、結局ああ時間になりました、時間になりました、はい、すいません、画面チェンジ、チェンジ、あ、すごいですね、今飲んでますって、え、調べて飲んでますね、もしかしたらあれかな、平田さんかな、この前来てたから、まあ、いや、オーディオマニアに怒られますよ、そうですねそんなことやっとると怒られますね、今度はジャック方向で行きます、こっちは逆転のアイスですね、はい、これこれギット逆転のアイスも違う名前がこうツイートされるんですよね、どんな名前来ますかね、どんなんですかね、だから晴天のアイス逆転のアイス、僕名前僕受けたっすね、まあいいですよね、うん、正逆みたいなね、うん、ネーミングって結構大事かなと思うんですけどね、大事ですよね、この逆転のアイスというこの僕このネーミングもうしっくりきましたけどね、はい、うん、もう出しちゃいましょう商品で、なんか、50キロはあマイクロターンテーブルですね、すごいよく知ってますね、採用してますよね、本当ね、うん、だけど本当そういうものを使うと多分怒られますよね、うん、でしょうね、うん、それは違うみたいなね、オーディオマニアが絶対怒りますよね、あれでもなんでしょうね、 CD で聞くのともうあのレコード版でね聞くのはね全然音違うんですよね、あれね、真空管のマニアの人はその真空管変えると音が違うっていう、はい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 、こだわりますもんね、はい、ジャズはこの真空管だとかなんか、だから我々もこのなんつうんですかね、この何々というコーヒーはこの、ターンテーブルでやらにいかんとかいろいろやればですね、ありがたがってこれは3号だみたいなね、こいつは2号だみたいなね、なんかそういうふうにやるといい感じでいけるんじゃないかと、マジでいや今適当に言いました申し訳ないはい、全体にしましょう、全体さあ問題です、さあ晴天と逆転、どうでしょうか、はい、はい、じゃあ、晴天のアイスいきます、はい、晴天のアイスです、わあ、美味しい、あ、美味しい、はい、次いきます、はい、さあ、逆転のアイスいきます、どうでしょう、あ、違う、あ、違いますね、うん、違う、晴天と逆転、これ松屋式が違いますね、うん、うん、やっぱり晴天の方がマイルドっていうのか、う、ね、あのね、正統派の今までの味ですよね、うん、そうですね、こっちはちょっと違う
そうです ねちょっとね粉っぽいようなザラつき感もちょっとあ、ね、ありますね、うん、でそういう場合はそう口にね苦味が最後残るんですよ、はい、ちょっと入れてください。これでミルクを入れればこれが合うんじゃないかと思うわけですよ。メルクプリーズ。ちょっと今ずっこけました。あ、ありがとうございます、はい、逆転のアイスはミルクに合う。どうでしょう。ああ、これいいですね、うんうん、逆転のアイスはミルク入りでいいですね、うんうん、これあれじゃないですか、あの逆転のアイスフレッシュ付き逆転のアイスはあの1本買うと3個フレッシュついてますみたいなじゃあ晴天のアイスは何つけましょうかね。晴天のアイスは何も足さない何も引かないみたいなどっかで聞いてくれるんですね。あれですね、アイスコーヒーでも差が出ます、ね、出ますね、うんうんうん、こんだけ味の違いが出るもんなんだ。明確に出るんですね、うん、こんなことならやっぱりタイムまで測らないんじゃいかないですね。データは取ってみたらいいのかもしれないですね、うん、そうですね、今回忘れちゃったもんね、まあ、今回まああのもだってね、こんだけのもの作ったもん、うん、作ったら、まあ、とりあえずあのしょうがないですよね。パート1ですよね。パート1ですよね、うんまあ、何回かも飽きればいいんだから、うん、これで何回かいけちゃいますよ。いけますね、うん、ということで、もう時間も時間なんで、今日の、まとめをいきたいと思います。ですね、晴天逆転、これは確かに味は変わります。これが、本当にこのお湯の差し方であるのか何であるのかっていうのはまだわからないですが、基本的にはですね、あの回転数に関しては晴天と逆転は同じ回転数を持ってます。でお湯の差し方に関しては、お湯は、どうしても動かす、量が短いので、垂直に、お湯が落ちるのは事実、普通の入れ方よりはお湯が垂直に落ちるのは、思います。ですからその点でいうと晴天と逆転で味がなぜ変わるかっていうことに関してはまだ明確には分かりませんが、このあと今度は時間まで正確に合わせるとか順番にやって、実際にこれの入れ方で、味が変わるのをまず証明して、その次の段階でなぜ晴天と逆転で味が違うかまで、持っていきたいなと、思っております。まずは、ターンテーブルを使って、晴天と逆転では、どの器具を使っても味が違うぞということを、今回は見つけたところでまずは終わりにいたしましょうという感じで、神谷先生どうぞ。ありがとうございます、はい、今日はあの新商品の発表もありましたんであ、そうですね、晴天のアイス、逆転のアイスと、あ、いいですね、わあ、これがいつ頃発売になるのかそうですね、でこう動きたいみたいな感じですけど、はい、そんな感じで、はい、本日の一週間フレーバー、回転台で遊ぶ、真面目に遊んでみました、はい、って感じで、おやすみなさい。おやすみなさい、はい。なんか、ついてる。